豊山良太は、新潟県新潟市北区出身で、時津風部屋所属の現役大相撲力士。2017年3月場所以前の四行名及び、本名は小柳良太。身長185センチメートル、体重182キログラム、血液型は大型。得意技は月、押し。最高位は西前頭筆頭。好物は肉類。 目標とする力士は、同郷出身であり、大学と部屋の先輩でもある元を大関、豊山勝夫。相撲を始めたのは、豊坂市立く塚小学校1年生の時で、地元の豊坂相撲教室に通って、相撲の稽古を積んだ。小学校時代には4年生でワンパク相撲全国、大会3位の実績がある。5年生の頃から野球に転校。 新潟市立三春中学校には、相撲部がなく野球部に所属し、都道府県大会に出場した経験がある。野球は限界を感じ中学限りで断念し、金沢学院東高校に進み、高校3年生で、高校総体ベスト8などの実績を残した。高校卒業後は、東京農業大学に進学し、同大学地域環境科学部。 森林総合科学科では林業を専攻した。アマチュア選手としては、東京農業大学相撲部高齢の、毎年3月に行われる大阪での、時津風部屋との合同春合宿で力をつけ、プロの世界を知った。国内主要タイトルはないものの5つのタイトルを獲得した。大学4年時の全日本相撲選手権大会では、準々決勝でこの大会を優勝したバーサンス連。 スルボルドと対戦して敗れたがベスト8位内に入ったことで大相撲の三段目付け出資格を取得した。4年時の全日本選手権で悔しい負け方をしたためプロ入りを決意。1年生の時は各界入りを現実的に思い描いてはいなかったが豊野島に体もできているしプロでもやっていけるよと声をかけられた。2016年大学卒業後は時津風部屋に入門し、 2016年3月場所で3段目、再開格付けでで、初土俵を踏んだ。3段目付けでの制度は、前年の2015年5月に創設されたばかりで、あり、小柳は高砂部屋の石橋と共に3段目付けで制度を、利用した初めての入門者となった。2日目のデビュー戦はその石橋と対戦し、寄り切りで、勝利、この後も重量力士と互角の稽古をこなせるほどの、 実力を発揮して7戦全勝とし、唐津海との優勝決定戦を制して3段目、優勝を飾った。幕下に昇進した5月場所も7戦全勝で、関取経験者の大野章との優勝決定戦も制して幕下優勝。7月場所では7日目の若野島との取り組みに敗れて、プロ初黒星となり、初土俵から続いていた連勝も17で止まったが、 9日目以降の関取経験者との3連戦にすべて勝ち6勝1敗の好成績で場所を終えた。9月場所は東幕下日頭に上がり、はじめ3連敗を喫してしまった。特に流星に敗れて3連敗となった際に、普段記者の質問に丁寧に答える小柳も、今日は何もありませんと珍しく声を荒ら,らげた。連敗の理由について、勝ち急いだ。 自分の相撲を取ることより相手に合わせた相撲を取ることを優先してしまっていた。と反省し、その後3連勝。勝ち越しがかかる3勝3敗で迎えた12日目の重量取り組みの藤あず戦で勝ち越しを決め、4勝3敗で場所を終えるとともに、場所後の番付編成会議で、翌11月場所での新重量昇進が決定した。三段目付で入門者では、 初の関取である。16代時津風が育てた二人目の子外関取でもある。新十両会見では誰とも当たりたくないと大学の先輩であり部屋の兄弟子である正代と同じ言葉を冗談として言い、直後に対戦してみたい人ばかりですと堂々と答えた。四個名は幕内に上がれば、同郷の元大関で先々代時津風理事長の 豊山を継ぐ考えがある。会見ではまた、力づく馬力で持っていく相撲を売りにしたい。土地投間、地位を大会館、海王関の三人のいい形を盗みたいと語った。新十両の場所では、千秋楽まで優勝争いを繰り広げ、千秋楽に負けて優勝こそならなかったものの11勝4敗の高成績でプロデビューの年を終えた。二千十七年土俵入りする。 小柳関幕内昇進がかかる3月場所は、序盤から校長を維持、中盤以降やや調子を落としたが、14日目時点で9勝5敗で6人、並んで、優勝争いのトップに立った。しかし先週落で、網西樹に敗れ優勝決定戦への進出は、ならなかった。それでも西十両4枚目の地位で9勝を挙げ、翌、5月場所で新入幕となった。 新入幕となった5月場所は幕尻である東の16枚目で迎えた。初日に改正を破って幕内の初取り組みを白星で飾ったが、2日目から8、連敗を喫するなど持ち味を出せず、結局4勝11敗と幕内の壁に阻まれる形となった。再び重量から出直しを喫すことになった7月場所は東重量5枚目の番付となり、 初日に石橋こと朝の山に敗れて黒星発進となったが、その後は8連勝で9日目に早々と勝ち越した。自身に勝利してから8連勝としていた朝の山が9日目に、敗れたことで優勝争いの先頭に立ち、10日目、12日目に、土がついた時には朝の山も揃って敗れたため、優勝争いの先頭から落ちることはなかったが、12日目に3敗と、 なったた時点で大ににも優勝争いの戦闘並ばれた13日目は、その大奄美との直接対決に敗れて4敗に交代したが、14日目に大奄美が敗れ、千秋楽に大奄美が朝の山を破ったことで、3人による重量、優勝決定ともえ戦へ進出することになった。しかし、決定戦では大奄美が自身と朝の山に連勝した、ため、 重量優勝とはならなかった。2017年8月3日には夏巡業芝田場所に参加。朝稽古で土俵に姿を現すと、街を浴びたファンから拍手喝采を浴び、大関、高安に胸を借りて、期待に応えた。ぶつかり稽古では高安を土俵下に吹っ飛ばす場面もあった。すごかったですね。こんな盛り上がるとは思わなかった。幸せです。 柴田の人に喜んでもらえたらよかったです、という高山は、話した。なお、柴田場所は2000年以来、17年ぶりの開催。この日の幕内の申し合いでは8番取り、最初、千代の国、一の城に連敗したが、3番目から3連勝。16日のお台場場所では、高安と9番取って3勝6敗。とはいえ途中までは3勝3敗と前線した。5分だった 大関は全然力を出していなかったですよと、力の差を実感も力強く寄り切る場面もあった。9月場所初日の支度部屋では、夏場所に幕内で負け越した、悔しさは頭にある。場所は終わってみないとわからない時を引き締めたが、終わってみれば4勝11敗と、リベンジならずであった。西十両3枚目で迎えた11月場所は、9日目、 終了時点まで7勝2敗と好調だったものの、そこから負けが込んで9勝6敗の成績だった。この勝ち越しで再び一場所での再入幕となった。2018年2018年1月場所は10日まで4勝4敗と一進一退であったが、12日目の土地を残戦で不戦勝を獲得するなど幸運に恵まれ、14日目に幕内3場所目にして、 自身初となる幕内での勝ち越しを果たす。最終的に9勝6敗の成績を残した。さらに、翌、3月場所では幕内で、初めての2桁白星となる、10勝5敗の、好成績を挙げた。翌、5月場所は番付運に恵まれ8枚上昇となる、西前頭3枚目に最高位を更新し、上位層あたりの番付についた。 その5月場所では上位の壁に跳ね返されて初日から9連敗。10日目、千代昭馬を押し倒して、ようやく初日を出すも、結局は終盤も負けが込んで2勝13敗に終わった。翌、7月場所は再び番付運に恵まれ、6枚効果に止まる西前頭9枚目の地位についた。この場所7日目までは4勝3敗の成績だったが、中日以降は、 連勝を続けて、優勝争いに絡み、14日目の自身の取り組み前に、関脇、三宅海の優勝が決まったが、この日の結びの一番で、大関、高安に押し出しで勝ち、千秋楽は、自身初めてのこれより三役で、関東賞受賞も決まっている状況で、優勝が決定した三宅海に大熱戦の末に、掛け投げで勝利し、12勝3敗の優勝時点で場所を終えた。 勝った12番の打ち押し出しが6番、突き出しが3番と、持ち前の突き押しがさえ渡った。だが三役やその付近に上がる星の力士が多かったため、翌、9月場所は7枚半上昇の前頭2枚目と、番付運に恵まれず、最高位は更新したものの三役にはなれなかった。7月29日の夏巡業大垣場所では、申し合いを6番行った。巡業中は、右膝が、 パンパンになり足が釣りそうになったという。自己最高位を更新した11月場所は、初日から横綱、大関戦が組まれて4連敗。さらに3日目の稀勢の里戦で左肘を負傷したことで5日目から、途中休場に追い込まれた。その後8日目から再出場したもののわずか3勝に、止まった。西前頭9枚目に大きく番付を落とした、九州場所は、肘の怪我で、 稽古不足だったのか、初日から4連敗を喫するなど場所を通して波に乗れず、終盤も3連敗するなど5勝10敗と2場所、連続の大敗を喫した。2019年1月場所では、東全島14枚目まで番付を落とした。この場所は6勝4敗で突入した、終盤戦で5連敗を喫するなどで6勝9敗と、負け越し。 番付が後ろに2枚半という状況で重量陥落も予想されたが、稀勢の里の引退によって平幕の枚数が半枚増えたこともあって、翌3月場所は西前頭16枚目に踏みとどまった。この場所は場所前から良い稽古ができたという本人の弁があったが、3勝1敗で迎えたい5日目からまさかの11連敗を喫して3勝12敗の成績に終わった。 およそ2年ぶりに10両に陥落した夏場所は、千秋楽に網二式を押し出して5場所ぶりの勝ち越しを決めると、花道を引き上げる途中から涙した。西十両2枚目に番付を戻した名古屋場所は、序盤、中盤はややもたついたが終盤に3連勝するなど、星を伸ばし、9勝6敗と勝ち越しを決めて、再入幕を確実にした。帰り入幕の秋場所は、場所中に、 本人から十二勝した頃に体の状態が戻りつつあると副長宣言が飛び出した。この場所は三勝一敗で迎えた五日目から三連敗を喫し七日目を終えて三勝四敗と黒星先行となったが八日目、こと勇気を土俵際逆転の突き落としで退けるとそこから連勝で十二日目、千代昭馬の攻めを土俵際右足一本で耐えて逆転勝ちし、 幕内では1年2ヶ月ぶりの勝ち越しを決めた。この日の相撲に本人はあそこで残らなかったら男じゃないと思ったと嬉しそうに話した。13日目も小兵の技し、炎鵬に勝利し、連勝は6まで伸びるも14日目、大野省に一気に押し出され、5敗目を喫すると同時に連勝も6でストップ。さらに首の皮一枚のぞみがあった、優勝の目も立たれた。 それでも、千秋楽は、うるさい小宝山にどっしりとした相撲で勝利し、10勝5敗で、この場所を締めくくった。西前頭9枚目で迎えた、九州場所は、初日からいい内容で3連勝とするも、4日目に、佐田の海に一気に寄り切られてからは、白星が伸びず、終わってみれば8勝7敗という平凡な成績で2桁勝利にも届かなかった。 2020年新型コロナウイルスの感染拡大により無観客場所となった3月場所は東前頭3枚目の地位で8勝7敗の勝ち越し。5月場所はもし開催されれば新三役の可能性があったが緊急事態宣言を受けて中止になった際には予想はしていたのでそこまで落ち込んではいない。次に勝ち越せばいいだけで。 目標やモチベーションは失っていないとコメントを残した。9月場所、7日目の大関、高継承戦で右足を痛め、右前経軽肥人体損傷により8日目から休場となった。師匠代行の枝川が代表取材に応じ、昨夜、今朝と話したが、晴れが引かず、痛みも増している。休場させてくださいと、本人が申し出たと話している。 2021年3月場所14日目の27日に、右縁位上腕二頭筋腱断裂で約4週間の安静化量を要する見込みとの診断書を提出し、休場した。基本的に突き押しを得意としており、左四つ、力士や突き押し力士相手には体当たりからの突き押しでそのまま押し切る。右四つ、力士と取る際には、右のドアと左四つをした四つ相撲を取り、 左の押っつけを上手に変えることもある。組んでも取れるが本領は突き押しであり、親方衆からは突き押しに徹するように進言されている。その馬力の高さは、同部屋の正代を忍ぐされており、新重量会見の際に時津風は、馬力は正代と違う。ぶつかり稽古でも、押す力は数段、小柳の方が強い。稽古場でも分が良すぎると笑った。 引き技は得意ではなく、引いた相撲では決まって、負けるため、2016年7月場所の4番相撲で、若野島に引いてしまって敗れた際には、やっちゃいけないことをやった。そりゃ、負けるともう反省し、全然思っていないけど、今日の相撲がダサすぎるとコメントした。恵まれた体格をしているが腰高が弱点であり、低く入ってくる相手には、大学時代から苦手。 じっくりじわじわ調理されちゃいますと相性が悪い様子であり、2016年11月場所3日目の里山戦などでその弱点を突かれている。2017年3月場所後の座段階ではしころ山からただ小屋なぎは中途半端な相撲が多いです。なぜかというと、突き押しが一番いいのですが、四つに組んだり、外四つでも強引に攻めたりしていますと指摘されている一方で、 外国出身力士の壁山とか土地の神にパワーで負けないのが小柳ですよ。それくらい小柳はパワーがありますと高く評価されている。新入幕の2017年5月場所で大敗したことに関して武蔵川は太りすぎと体の硬さが原因であると指摘しており、立ち合いを磨くことと減量することを助言している。2017年7月場所前のコラムでは双子山が 豊山の体型を見ると、本来を沈むでしょう。それなのに、自分から組に行ったりしては、何の魅力もありません。それに少し体が、硬いような気がしますと話している。2017年11月場所前の座談会では、前の海や大野松から相撲に、迷いがあり攻めが遅い、股関節や膝が硬いと指摘されている。2018年夏巡業中、豊山自身、 立ち合いからの二の矢、三の矢がまだ上位の人に比べたら弱いので、と欠点を認めている。基本は胸を出す立ち合いだが、2020年、三月場所中日の朝の山戦では珍しく、頭から当たって、回しを取らせず、すくい投げで下す相撲を見せた。2020年七月場所五日目の NHK、大相撲中継の幕内解説で、井筒が相手に、 直線的に圧力をかけるのが魅力ですが、圧力が上に抜ける。本人にはすぐにできるようなもんじゃないから、来年、再来年にできるようになればいいと伝えていますと、説明していた。2020年5月場所終了現在。ありがとうございます。